二月20日未明、アメリカ世政喧嘩の沖縄の小座市で発生したアメリカ軍車両及び施設に対する焼き打ち事件である。直接の契機はアメリカ軍人が沖縄人を引いた交通事故だが背景に弁師成果での圧政人権侵害に対する沖縄人の不満があった。地元沖縄では暴動ではなくコザ騒動、コザ事件、コザ騒乱と呼ばれる。 小座市は、アメリカ軍カデナ飛行場取陸軍のキャンプレスターを、抱え、アメリカ軍人や、軍属相手の飲食店、土産品店、地屋、洋服店が立ち並び、市民には基地への納入業者、基地建設に従事する土木建築労働者、基地で働く、軍庫要員も多かった。事件当時は、ベトナム戦争の最中で、沖縄を拠点に活動していたアメリカ軍関係者の、 消費活動は激しく、市の経済の約80%は基地に依存し、産業構造は第三次産業に著しく変更して、特にアメリカ軍向け飲食店である A サインは全流のほぼ3割を占める286件が集中していた。しかし、日本人の間にはアメリカ軍に対する不満が鬱積していた。その最たるものがアメリカ軍人。 軍族による犯罪であり、アメリカ人男性による性的な被害を訴える女性もいた。1968年12月には、カデナ飛行場 B-52 爆撃機炎上事故が発生し、以来 B-52 撤去運動が島ぐるみで展開されていた。 アメリカ軍施政下の沖縄で、沖縄の人々は日本及びアメリカの憲法のどちらも適用されず、身分的に極めて不安定な立場に置かれていた。アメリカ軍人や軍族が犯した犯罪の捜査権、逮捕権、裁判権はアメリカ軍に委ねられており、加害者は非公開の軍法会議で、陪審制による評決で裁かれたが、殺人、強盗、 強姦などの凶悪犯罪であっても、証拠不十分として、無罪や微罪に処されたり、重罪が課されても加害者が米国へ転属して、結果や詳細が不明となることも多く、沖縄の住人の被害者が被害を賠償されることは、ほとんどなかった。琉球警察は、アメリカ軍人や、軍属の犯罪に捜査権を有さず、米民政府不礼に定められた、一定の犯罪で、 アメリカ軍憲兵が現場にいない場合の未現行犯で逮捕できたが、加害者の身柄を速やかに MP に引き渡さなければならなかった。交通事故は現行犯逮捕可能な犯罪に含まれず、加害者が公務外の非番であっても MP が外人事件報告引き継ぎ書にサインしない限り、琉球警察は事件として捜査や逮捕できなかった。 アメリカ軍人や軍属による重大事件や不当判決のたびに、琉球政府を筆頭に、立法院、政党、各種団体などは強く抗議し、捜査権、逮捕権、裁判権の遺憾と、被害賠償を強く求めたが改善されなかった。事件当時の沖縄はベトナムからの帰還、一時休暇の、兵士で溢れ、戦地で疲弊したアメリカ兵は、基地外で避け、酒。 薬物、女に溺れた。沖縄のアメリカ軍人や軍族による犯罪は、年間500件未満だったが1958年から増加して、ベトナム派兵が本格化した1965年から1967年に1000件を超え、その後は減少したが暴動が発生した1970年は960件と、急増、うち348件が、 小座市で発生している。内訳は凶悪犯143件、粗暴犯156件、器物危機器罪212件で、半数以上を占めたが、検挙者は436人、検挙率45.3%で、同年の民間犯罪検挙率80%を大幅に下回った。交通事故は年間1000件を超え、 死傷者は422人であった。加害者が現行犯逮捕されずに、基地内に逃げ込めば、琉球警察は介入できず、MP も追跡捜査をせずに事件が、迷宮入りする場合が多く、実際の不法行為は上記を遥かに上回る。1952年12月以降、軍関係事件の損害賠償については、外国人損害賠償法に基づき処理されてきたが、 死亡事故の賠償金は平均で6046ドルで、請求額に対しては20%程度に過ぎず、本土における一般的損害賠償事件の判決の例に比較して低い水準にあった。多数の沖縄の人々は、戦後25年以上人権を侵害されても、泣き寝入りを強いられ、日本国憲法下での保護を求めて、即時、無条件、全面返還を掲げる。 復帰協の運動にもつながった。1969年11月21日、佐藤栄作とリチャード・ニクソンによる、佐藤イコール・ニクソン共同声明で、日米両国は、沖縄の核抜き、本土並み、72年変換に合意した。アメリカ軍基地を残したままでの頭越しの復帰合意に、前年に、初めて交戦で、行政主席となった。 やら長病や復帰教など、核心系団体は強く反発した。これとは逆に、基地関連業者は、基地撤去による廃業、失業を恐れ、以前から即時復帰反対を訴えていた。共同声明の2週後の12月4日、アメリカ軍は、折からのドル危機と沖縄返還を控えた。 経費削減のため、沖縄人軍庫要員2万6千人のうち、2400人の大量解雇を通告。これに対し、沖縄最大の労働組合であった、全軍労は、強力な解雇撤回闘争で対決するという、方針を打ち出し、首を切るなら、基地を返せというスローガンの下翌1970年1月から48時間120時間と、 長時間のストライキをその後も繰り返し展開した。これに対しアメリカ軍はストのたびにアメリカ軍人、軍属、家族に特別警戒警報、コンディショングリーンさらにコンディショングリーンワンを発令した。このような処置は一般にオフリミッツと呼ばれ、これはアメリカ軍人が民間地において不要のトラブルを避けることが表向きの理由だが、 実質的に、アメリカ軍相手の沖縄人業者の収入源を根絶し、基地周辺の経済を疲弊させることによって、アメリカ軍の意に沿わないデモ活動に無言の圧力をかける意図があった。アメリカ軍は、ベトナム戦争用の兵器として、小座市に隣接する、三里村千葉団薬庫などに、地死性の毒ガスを、秘密裏に備蓄していた。 しかし1969年7月8日、ガス漏れ事故が発生、軍関係者24人が中毒症で病院に収容されたことが、同月内に、米ウォールストリートジャーナルの記事で明らかになった。アメリカ国外での毒ガス備蓄は沖縄のみで、周辺住民は事故の再発に怯え、島ぐるみの撤去要求運動が起こった。上記のように、アメリカ兵の不法行為について、 法的に保護されない中、沖縄人は、事件発生のたびに団結し示行動で、処遇改善を要求するしかなかった。1970年9月18日夜、糸満町の糸満ロータリー付近で、酒気帯び運転かつスピード違反のアメリカ兵が、歩道に乗り上げて、沖縄人女性を歴殺する事故を起こした。地元の青年たちは、事故直後から、 十分な現場検証と捜査を求め、現場保存のため一週間にわたって、MP のレッカー車を包囲し事故車移動を阻止した。地元政治団体と共に、事故対策協議会を発足させ、琉球警察を通じて、アメリカ軍に対し、司令官の謝罪、軍法会議の公開、遺族への完全賠償を要求した。糸満歴殺事件で1970年12月7日に、 軍法会議は被害者への賠償は認めたものの加害者は証拠不十分として無罪判決を下した沖縄人の多くがこの判決に行き通り12月16日に伊満町で抗議県民大会が開かれた暴動前日の12月19日に三里村の三里中学校グラウンドで毒ガス即時完全撤去を要求する県民大会が開かれ 1> 約1万人が参加した。1970年12月20日午前1時過ぎ、小座市の中心街にある軍道24号線を横断しようとした沖縄人軍雇用員がキャンプ、加えのアメリカ陸軍病院所属のアメリカ軍人の運転する乗用車にはねられ、全地10日間ほどの軽傷を負う事故が発生した現場には5台の MP カーと1台の 琉球警察パトカーが出動、負傷者の病院搬送と現場検証、加害者の事情聴取を行った。その間、現場に隣接する中の町社交外から、地元住民が集まり始めた。MP による事故処理に対し、犯罪者である外人男を逃がすなと、不審、不満を口々に叫び騒然となったが、警察官の起点で、加害者は小座警察署に移送された。 この時点で数百人規模になっていた軍衆は半ば、ボートと貸し、公然と車道に出て、当時黄色のナンバープレートによって区別されていた、アメリカ軍人、軍属の車両が走行してくると進路を妨害するなどしたため、MP 及び警察官は、秩序維持のため応援部隊を要請。事故車両の移動が済んだ午前1時35分頃、現場に女性を連れたアメリカ兵が通りかかり、 群衆は彼らを外人男が日本の女に手を出すな、暴ずれ、バイタと挑発的に煽った。MP は二人を MP カーに乗せ移動しようとしたが、群衆は MP カーを取り囲み横転させようとした。他の MP 隊員の応援で、MP カーはどうにか現場から脱出したが、群衆は続いて他の MP カーを横転させるべく動き出した。 そして午前2時10分頃、反対車線で、走路妨害にあったアメリカ兵衛運転の乗用車が、沖縄人運転の民間車両に追突。ボートはこれを取り囲み投石、アメリカ人運転手に暴行を加えた。また MP にも投石を始め、MP が退いた後に残った MP カーを横転させ、火を放った。午前3時頃に、琉球警察は、 第3号召集を発令、アメリカ MP も完全武装の兵員配備を要請したが、暴動発生現場の制圧は不可能と判断し一旦周辺へ退いた。最終的に警察官は約500人、MP、沖縄人ガード約300人、米軍武装兵約400人が動員された。米民政府は午前3時30分、小座市全域に24時間の コンディショングリーンワンを発令した。琉球政府では、やら長病行政主席が東京出張で不在のため、次年長幸福主席が午前5時55分に現地に到着して事態の収集を指揮した。警察は宣伝カーを繰り出して群衆に帰宅を呼びかけ、午前7時30分までに暴動は自然収束した。結果、 車両75台以上アメリカ軍人40人、沖縄人、ガード5人、アメリカ軍族16人、地元住民14人、容疑者7人、警察官6人が負傷したが、死者はなく、暴動に、付き物の民家、商店からの略奪行為は発生していない。事件上特徴的なのは、政治党派の組織的な指導式がなく、自然発生的であったことである。 事件時、琉球警察は逮捕した住民に対して、相乱罪適用を検討していたものの、米国民政府側は、適用に消極的であったことが、後の報告書で明らかとなっている。事件の報道を受けて、それまで、アメリカ軍支配に対して鬱屈した感情を抱いて、きた沖縄人の多くが開催を叫んだ。逆に、高等弁務官ジェームス・ビーランパートは、 暴動当日、民間テレビ局を通じ、暴動を強く非難するとともに、予定されていた毒ガス移送の延期を示唆した。この発言は、沖縄人の怒りを買っただけでなく、アメリカ本国からも、越権行為と批判され、毒ガス移送は、予定通り進めることとなった。毒ガス兵器は、アメリカの領土であるジョンストン島へ、撤去移送された。 1> 第1次移送は1971年1月13日、第2次移送は7月15日から9月9日までの56日間にわたって行われ、周辺住民約5000人が避難生活を余儀なくされた。日本政府は米側に対し、事件の発生に遺憾の意を表明した上で、沖縄住民の感情にも十分留意しつつ、再発防止のため原因究明に努め、 円滑な沖縄復帰のために建設的な協力を申し入れた。その結果、1971年1月5日、アメリカ軍は、軍法会議に、琉球政府代表がオブザーバーとして参加することを認めた。当日に21人が逮捕された後、琉球警察は、暴動の翌年1971年1月8日に、相乗罪容疑で10人を逮捕。 最終的に34人が事件送致された。ありがとうございます。